どうも皆様、おはこんこんやまとみつきです。アナザーコードリクレクション体験版やっていこうと思います。さあ、このおしゃれなタイトル画面よなちょっとテンション上がります。すでにさあ行きましょう。前回からの続きです。やっぱ雰囲気いいよな。元から良かったんでしょうけど、なんかリコレクションになってさらに良くなった気がする。おっと、なんだ。まあね、前回も言ったと思うんですけど、前作やったわけでもないので。別に。どうした、誰か迎えに来るんじゃなかったのか。変ね、何かあったのかしら。リチャードはここで私たちを待っているはずなんだけど。怪しいね。私行かない。アシュレイ、どうしてパパはいないの。おかしいよ、この島まで来いって言ったのはパパなのに迎えに来ないなんて。そうね、そりゃそう。ひどい。本当は私に会いたくないんだ、いやなんか今の感じ見るとすごい年相応感があるな。悪いが、これから次の客を迎えに行かなきゃならねえ。時間が来たら一遍港に戻らせてもらうが、いいかい。ええ、大丈夫です。じゃあ迎えは約束通りに、夕方には戻ってくるからよ。はい、よろしくお願いします。つまり夕方までは出れないってことか。アシュレイ、あなたはここにいて、私がリチャードを探してくるから。そんなこと言われてもって感じよな。近くにいなければすぐに戻ってくるわ。え、これジェシカもいなくなりそうじゃん。大丈夫？ジェシカもいなくなって結局アシュレイが探しに行きますとかならん？おっかさん、困った顔してたぞ。あれ？ジェシカはママじゃないよ。ああ。じゃあお姉ちゃんか？違うよ、ジェシカはパパの妹で、今日まで私を育ててくれて。パパはジェシカに私を預けてどこかへ行っちゃって、私はパパが死んだって思ってて、それで急に手紙が来て。ちょっと待て。なんだ。どうやらジョーちゃんが大変な身の上らしいのは分かったが、悪いがよそ様の事情に首を突っ込む太刀じゃなくてな。まあまあそうよね。それよか、ジョーちゃんいいのか、あの人と一緒に行かなくて。別に。じゃあ店長気にしてる。あの人が戻ってくるまで少し話でもして待つとするか。いいけど、話って言われてもな。例えばこの島のこととかな。じゃあ船長のこととかも。確かに船長ちょっと気になってきたよ。ああ、いいとも。俺が話せることならな。いい人や。ああ、笑った、シュレイが。まずは島のことを聞きますか。この島、無人島なんだよね。今はな。ってことは昔は誰か住んでたの。まあそういうことだろうな。大金持ちの一家が住んでたらしい。だがそこの主人が病に倒れてから、よくないことばかり続いて。よくないことって何。もうちょっと海から離れない。家族が次々と死んでいったそうだあ、どうして死んだの。岩月の島か。さあな。何か事件でもあったのかな。ジョーちゃん、気になるかもしれんが、予想の事情には首突っ込まないってことね。そういうことにはあんまり首を突っ込むな。まあ不吉な話そうだしな。探偵の真似事なんかしても死んだ人は浮かばれない。まあそうだ、真理だよな。これは真理だと思うわ。とにかくそういうことが続いて、残された家族も島を出て行き、島に住む者は誰もいなくなったそうだ。
まあなんかそんな不吉な噂あったらなんか嫌だってなるよな。そして心ない連中がこの島を血塗られたエドワード家の島。なるほど、だからブラッド・エドワード島か。ブラッド・エドワード島と呼ぶようになったというわけさ。へえ。ねえ、この島にはよく来るの？いや、こんな島に来たがる物好きは滅多におらんが。まあそうだよな。最近背の高い金髪の男に頼まれて船を出したことがある。うわ、怪しいぞ怪しいぞ、背の高い金髪の男。背の高い男の人？ねえ、それはいつのこと？その人なんて名前だったの？気になるのか？だってその人もしかしたらパパかもしれないし。悪いな、ジョーちゃん、ちょっと喋りすぎちまった。まあ守秘義務はある。客の秘密はこれ以上話せない。話はここまでだ。すまんね、アシュレイ、それが大人の世界なんよ。というわけで船長のこと聞かせてください。ね、船長はいつから船長なの？ジョーちゃんが生まれるずっと前からだ。すごいね、そんなに前から船長なんだ。まあ笑うしかないよな。ねえ、どうして船長になったの？すごいな、あの腕時計が、アシュレイの腕時計があのプラスチックっぽい感じのデジタルウォッチなの。めっちゃこう年相応だわ。解釈位置かどうか置いといて、すげえ年相応って感じがする。他になりたかったものある？あったかもしれんが、昔のことだ、忘れちまった。ねえ、大人になると昔のことはみんな忘れちゃうの？心配するな、ジョーちゃん、忘れたいことだから忘れるんだ。忘れたくないこともある？忘れたいことに限って覚えてしまうのが人間なんだよなって気はする。僕は忘れたくない大切な思い出は心が覚えてるからな。まあ忘れたくないことも覚えるけど、もちろん心が覚えてる。ああ、大切な思い出ってやつは忘れたと思っても必ず心がまた思い出させてくれる。いいこと言うな、いいこと言うな。うん？あれはお前のおばさんじゃないのかい？行った方がいいんじゃないか？うん。今絶対誰かと話してたよな。行ってくるね。店長、ちょっとお話ししようぜ。なんだ？あのね。あ、会話上がった。ちゃんとあった。船の名前、ローザ。ああ、なるほどね。ねえ、信頼してますな。頑張れよ。もう頑張れよ。ああ、ないか。オッケー、じゃあ行きますか。怖っ、なんかモンスターボールみたいなのがある。空綺麗。ちょっとカメラワークがなんかちょっと難しいな。ちょっと距離が近い。無人の割にめっちゃ綺麗な屋敷みたいなんがある。なんだこりゃ。まあでも
外がボロボロか、レンガっていうかタイルっていうか剥がれてますもんね。門。嘘でしょ。鍵が閉まってる。一方通行だったもんね今ね。ダメだ、開かない。じゃあ誰かが閉めた形跡しかないわけだ。どうしよう。どっかに鍵落ちてないですかね。足跡ありますね。入ったところですね。多分ねここ長押し、違う、こっち押した。そう、あーこういうヒントも出ちゃうのか。なるほど。あでもこっち行ったら、あおじさんバイバイ、またね。船長行っちゃった。まあもう戻れなくなっちゃいましたね。いやこういうなんか年相応の部分いいな。まあ夕方には帰ってくるっつってたからね。はあ困ったな。ボロい椅子。じっとしててもダメだ、早くジェシカを追いかけなくちゃ。そうね。ん？ん？今の何の音？ごめん、あのマイクが音拾わないようにゲーム音小さくしてたんだ、気づかなかったよ。これをしちゃうとあれなんですよね、完全にそのヒントまで出ちゃうっていうのがあるから。鈴か。何？あ、なんだ？あ、鍵か。椅子を傾けて鍵を取り出そう。違う、アルバムなんかどうでもいいよ今。あのこれね伝わらないんですけど、あのコントローラーをね動かしてるんですよ今。うわむず、ちょっと待って、これどうこうか。待って、違う、あの手がおかしくなる、手の角度が違う、アルバムじゃない。はい、そっちじゃない、そっちじゃない、そっちじゃない。待って、見えない。ちょうだい、これむずくね？マジむずいんだけど。じゃあ一旦やります。こうして、あ、ちょ、今いけた。いやこうしてこうでしょ、でああの隙間に通すのか。オッケー、なるほどね。うわ、こう、おもろいギミック。取れた。おもろいギミックやこれは。それにしてもこの鍵どこのだろう。いやもうそこのしかないやろ。そうとも限らんのかな。うわおもろいギミックマジで。へえ、そういう風に再現っていうか、いやこれ新しいな。昔のゲームだけどこのシステムは新しいぞ。よし、この鍵は Y で鍵を使う。開いた。よし、おもろいぞこれ。この先にいるんだよね。よし行きましょう。なんだ
これが多分そのエドワード家の屋敷なんかな。お、ダースで登場人物についての情報と関係が見られるようになった。これか。あー、ちゃんと日記みたいに書いてる船長。渋いね。その何、右の、そう、右腰のポーチに入ってるのか、ダース。もうちょい進みますか、さすがにね。まだちょっと時間が短いので、短いと思うので。これまだ探索とかしなくていいんかな。左スティックを押しちゃうと多分一発で行く場所バレちゃうと思うので、押さずにやった方が楽しいかもしんない。多分どうしても迷った時に押すといいんだろうけども。すげえな、なんか雰囲気ある。ワーニング、古い建物がいっぱいある。昔は人がたくさんいたんだね。古い看板金鉱山閉鎖により立ち入り禁止、エドワード紹介。じゃあこの先に鉱山があったって、あれかな。どれだ、トロッコ。調べれた。あ、落石ね、これか。ああ、確かに。工事、え、違う、工事道具、サビだらけになってる。はあ、やっぱあれだな。もうちょっと、正直もうちょっとカメラを遠くしたいな。あんのかな、そういう設定。ちょっと見よう。ないですね。まあ、しゃあない。これはもう、あの、製品版っていうかに期待するしかない。多分無理かな。ここは調べれない。こっちかな、正解。あー、あそこだわ。間違いなくこれだわ。うわ、すごっ。なんじゃ、これ。あれは。割と立派な屋敷だな。まあ金持ちっつってたもんな。ここ入ったぐらいか、今日は。今日、今回は。あと、RPG とかだったらね、この草陰っつうかみたいなのに落ちて、なんか落ちたりするんだろうけど。取っちゃおう。いい屋敷だね。んなことする暇があるなら行けってね。何？ジェシカか？今の悲鳴？今のは何？ジェシカのメガネだ。ジェシカ！ハト、ジェシカ！あ、ダメだ。奥からしか開けらんないやつか、これ。何か更新する？キャラクター？
え、違うな。あ、アルバムか、さっき撮ったやつね。これ、なんかね、僕の知ってる RPG の知識で言うと、箱に、違う、なんだ。なんだ？ちょ待って、なんだ？あれ？もしかして正解引いちゃったかも。正解引いちゃいました。あの逆側の箱から飛び移ってって言おうとしたけど、でもアシュレイは普通の女の子だしなって思ってっていう話をしようとしたら正解引いちゃった。きっとこの道を進めばあのお屋敷に行けるはず。うわ、あ、ここ。よし、行けた。え、あれ？ん？ん？ず？あ、辿ってる、最初から。あ、そうか。なるほどね。あれ？あれ？またここ？え、でも、あれ、なんか、え、どうなってんだこれ。うわ、石碑。もしかしてここってお墓だね。めちゃめちゃお墓ですね。何それ、気になったもの撮影？ダメだよ、そんなお墓取るなんて罰当たりなことするの。したくねえよ、ゲームでも。ん？ああ。ここはいけないのか。いけないですね。そんなお墓に興味津々な女の子もちょっと嫌だけどな。まあ、なんかに役立つかもしんないって言っとくから取っときますね、とりあえず一通り。本当は気が進まないけども。よかったよ、これ本体の何、あのフォトアルバムみたいなのに入らなくて。入ったらちょっと嫌だもん、こんなお墓だらけの写真は。そんなご先祖様を冒涜するような、まあアシュレイの先祖ではないんだろうけども。ん？でも確かにそうだよな、割と綺麗め。うわ、古いお墓ってことはエドワード家の先祖って感じなのかな。トーマス・エドワード。あれ？穴開いてるね。これも穴開いてるね。ローレンス・エドワード。あれ？あ、やべえ、なんか謎解きっぽい、これ。そんな気がする。
ヘンリー・エドワード。もしかして謎解きに使うから写真撮っとけってやつか？え？だとしたらちゃんと適宜撮らないと積むやつじゃないこれ。わあ。でも手入れしないとこんなもんなんだよな、やっぱり。だからこうお盆とかでちゃんとこうお墓参りとかが大事なわけで。これでも X のこれアルバムだもんな。そうだよね。うん。トーマスとローレンスのんだけ穴が開いてるっていうのを覚えときゃいいのかな。まあでもそうか、今が2005年だったらおよそ60年前の墓だもんな。あれでも、まあ、60年前まで生きてた方のってことか。え、何？うん、あ、そういうやつ。マジか、ちょっと待ってね。あ、またもっと近くで撮りゃよ、撮るっていうか覚えときゃよかった。ね、2、4かな。いや全部壊れてて見えないよな。ここが2なのはまあ見えてるからいいんだけども、え、まさかしらみつぶしにやれなんてことじゃないよな。あ、向きとかある。ちょっと待って、いやでも、あ、そういうあれ、そういうあれか。次のヒント、あ、違う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 違います違います違います。ん？え？え、何？そんなのあった？マジ？あ、絵柄完成させろっていう、そういうやつか。嘘。そりゃわかるわけないよな。ちゃんと探そうな。そんななんかある？敷地内にあるっつったな、今ヒント。そんななんかあったっけ？多分助けに来てからそんなそこまで戻るとかはないはずだから。え、変わるものとかあったか。ミディアムレーズ。え、だから見たって別に何もないしな。え、1話の取り前でしょ。ちなみにこれちょっとちょっと押してみます。これでもこれが指し示すの、これあれ、ん、こっち、え、ん、え、何、え、待って、そこ行けんの。いや、え、ん、あ、なにこれ、こんな、え、気づかんって、それはそれは気づかんって、石ころじゃねえ、それは気づかん、それは気づかん、無理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 。
じゃあ同じ の同じようなんがどっかにあるってことじゃんねえこれ。いや無理無理無理それは。じゃあもう、あ間違えた、ここ、こうだ、ダッシュこっち側じゃん。ほんならどっちだ、ここか。それはちょっと無理じゃないですかお兄さん。いやお兄さんか分かんないけど、あれ、あこれ、かない。あ、なんかある、なんかある、なんかある。なんだろう、よい、ん、オッケー、あ、四つ葉、それ、そんな初手から僕がむずいと思ってるだけなんかな。でもこうやってね、本当に分かんない時でもヒント見れるのが本当に助かる。で、あ、違う、これでアイテムか。双葉をここにセットする。で、これに四つ葉をセットする。よく見たら微妙に上に見えてんのか。ってことは、あ、オッケーオッケーオッケー、時間かかっちまいました。よし、じゃあ次回はね、こっから行きましょう。まさかこんな謎解きに時間食うと思わなかった。以上、大和美月でした。次回の動画でお会いしましょう。それでは、いや夢や、中はどうなっているのかな。最後までご視聴いただきありがとうございました。ここまでのお相手はゲーム実況 VTuber 大和みつきがお送りしました。次回の動画でお会いしましょう。良い夢を。